日本における軍部単位の飛び地とは地理的に分離した複数の地域で構成されている軍のことである。日本の現在の軍は住所表記や広域連合体の範囲、都道府県議会選局区の区割りなどに用いられるに止まり、また町村に姿勢が施行されるとその範囲は軍域から除かれるため多くの飛び地が存在する。飛び地の多くは軍域の変化に伴って生じるが、 軍域の変化には大きく2種類の要因がある。明治期以前には、軍、層の分立や、隣軍との境界変更による飛び地の発生が主な要因であった。例えば、イルマ軍は、高来軍の分立によって飛び地を生じた。また、大隅軍には当初は飛び地がなかったと思われるが、度重なる軍域変更により飛び地を生じた。明治期以降にも、 サラシナ軍や南河内軍、勝田郡軍など数例このタイプの飛び地が見られた。明治期以降には、域外の町村の区政、市政趣向による軍域離脱に伴う飛び地の発生が多い。古くは京都地域の区政に伴うアタコ郡の飛び地発生から、このタイプの飛び地は数多く見られる。軍域の変化以外の要因で飛び地を持つ軍もある。 敷地軍の飛び地は、明王地震により生じたものである。また、海部軍は設置当初から飛び地を持っており、後の変更によるものではない。1954年3月31日、山頂に村の合併による村上市の発足により、北部10村と南部7村に分断。2008年4月1日、二町に村の村上市との合併により、 南北の分断状態は解消されたが、所属自治体が内陸部の関川村と東部の淡島浦村のみとなったことにより、飛び地状態は継続。ありがとうございます。